内川は宮城県大崎市を流れる人工河川である。大井とも呼ばれ、3300ヘクタールを超える農地を灌溉している。水源は江ア川で疎水本流からは複数の支流が派生し、清水川に注いだ後、再び江ア川へと貫流する。また、仙台藩の学問所である有美館の庭園池へも引水されている。 1987年の大崎西部地区国営管外排水事業や1991年の県営水環境整備事業による改修作業によって雑割リーに面水路が採用され川沿いに遊歩道や浸水広場が設置されたまた魚が休憩したり餌を食べたりするために深みが作られ魚が遡上できるように最大流速が 秒速1.5メートルとなるように設計された。1591年、伊達政宗が居城を米沢から岩出山城に移し、新田開発や考え、排水対策を進める事業の一環で、内川の増設を指示した。内川は考え用水路の他に、岩出山城の防衛施設としての役割を果たした。1987年、 ウルグアイラウンドの農業への影響を考慮した農業農村整備事業の支援を受け、大崎西部地区国営灌外排水事業が実施された。また、1991年からは、県営水環境整備事業が国と共同して行われた。市民住民が事業者と話し合った結果、自然的、歴史的価値を継承するために、天然石による石積み護岸、川沿い樹木の保存、 水際線の保持などに配慮した回収事業が行われた。2006年、農林水産省の疎水百選に選定された。疎水百選にあたって行われた投票では、内川は4118票を集め、順位は7位であった。2016年、国際考え排水委員会の考え施設遺産に登録された。2017年、 内川を含む持続可能な水田農業を支える大崎高度の伝統的水管理システムが国際連合食料農業機関によって世界農業遺産に認定された内川沿線を歩いて内川の歴史や役割について学ぶイベントである水路里ネット大崎が主催している2005年より毎年行われていた内川ふるさと保全隊とは地域住民が 内川の生活環境と景観の保全を目的に活動している組織である。内川の美しい流れを後世に伝えるをスローガンに地域内の幅広い年齢層、多様な団体と連携して活動している。2015年時点で地域住民109名が活動している。1987年からの改修工事をきっかけに2002年2月に 歴史ある内川の水路を守っていこうと内川、ふるさと保全体が結成された。設立以来、毎年継続して、内川の清掃活動や除草活動を実施するとともに、内川動植物生態調査や研修などの活動を通して、河川環境の美解式の高用を図るなど、地域の環境保全に多大な貢献をしている。内川町中を流れる山を改作したことが伺える。 郵美館への給水口浸水公園、ありがとうございます。